島風は忙しいらしく、今朝方出て行きました。困ったやつなんです。パートナーのフォローをしてあげていると。いいですわね。周囲が気になる戦艦駿河の実態、世界でもいち早く拝ませていただきましたわ。茶化さないでください。あいつと組んだのは昨日がたまたまですし、前回が最初で最後です。私は一人の方が上手に動けます。それは分かりませんわよ。縁は腐れ縁になり、そして腐れ縁は良縁の第一段階。腐りかけが美味しいのはお肉料理に限りませんわ。ロイヤル出身の方はおっしゃることが違いますね。あちらではそのようなことわざがあるのですか？今考えたんですわよ。今度は私が無理だ。この人とは無理だ。明るくて魅力的、全く物おじしない。なんでそんな気軽にいられるの？さっきの言葉ですけど、少なくとも私には当てはまっているのですわ。誰か来た。コンゴちゃん。山城、お疲れ様。そしてお帰りですわ。リゾート地でちゃんと時の人のエスコートはできましたの？結構エスコートしてもらったかな。まあ、それはつまりあまりうまくはいかなかったようですわね。でも時間には間に合ったんだよ。そのはず。もう赤点スレスレな印象しかないですわ。山城、少しは駿河の生真面目さを見習ってくださいまし。ごめんなさい。あれ、駿河ちゃんだ。時の人その2が目の前にいたよ。どうも。山城、駿河は今お仕事中なんですの。大声を出しては彼女の気が散りますわ。なんて、今まであなたに話していた私が言うのはナンセンス。別に構いません。はい、山城、行きましょう。またね、駿河。ええ、金剛さん。腐れ縁ね。私もいつかあんな風に相手を怒らせず、諭すように、しかも楽しく話せるようになるわけないっしょ。ムカムカして、それか私がおどおどして、そこで終わりねえ。島風、私とじゃどうせダメになっちゃうでしょ。それとも、島風が戻ってくるのは16時の予定だっけ。出迎えにでも行ってみようかな。ダメ元で。艦隊に参加する新人よ、後継についてお主の思うところを言ってみるがよい。力はほんの少し離れただけなのに、海はとても心地がいいですね。この凪は人当たりがいいです。足先で蹴るのが気持ちいい。濁った海とは違いが明らかで、思わず一歩走りしたくなるような。景色も見渡す限り何もなくて青一色で、心が洗われるようです。うむ、海などどこも同じだろうとのたまう者もいるが、人と同じようにどの海にも個性があるのだ。よかったですね。長門様がそのようにはしゃぐお姿は私久々に見た気がします。ああ、ここへこの者を連れてきてよかったぞ。
無視よ。名は何と申した？あら、お教えしましたのに。お忘れになったのですか？こういうのは直接本人に名乗らせるのが大事であろう。はっ、私は島風、駆逐艦の島風であります。うむ、第一号型哨戒艇ゆかりのものであったな。道理で風貌にたがわぬ風を感じるよ。では島風、これより呼び出した理由を語ろう。はい、何なりと。先日セイレーンと戦ったそうだな。お主が唇を切ったと聞いておるが、違いはないか？はい、汚染してしまいました。そのこと自体はもう良い。怪我人も出なかったようであるし、余が聞きたいのはセイレーンがどうであったかだ。どのような兵装であった？指揮官はおったのか？はっ、指揮官に当たる人物は見当たりませんでした。我々の教本にも写真が載っているような見知った量産型のみで構成された艦隊で、セイレーンの兵器としては基地のものであり、性能としてはせいぜい中の上といったところでありましょう。ええ、大した相手ではありませんでしたよ。攻撃こそ受けましたが、近づいた者への反撃、戦力性はなく動物的な反射のように感じられました。うむ、会場に設置された鳴子のようなものかな。それにしては数の多さが気になるが、そういえば量産型の艦隊の奥には輸送艦らしき船がおりました。そうであったな。その報告も駿河から聞いておる。ダホにはしくじったとのことだが。よい、こうしてお主が無事で話を聞ければ十分よ。そしてその船からは何かが。キューブでしょうか。正式には何と呼ぶのか、それはセイレーンさんらに聞かないと分かりかねますが、こんな形をしておりました。うん、これが多数流出していったと。便宜上当面はキューブを正式な呼称としようぞ。ここまでの島風の話をまとめるとどうなる？はい、キューブを搭載した輸送艦を守るべく無人機たちを展開していたものと推察ができますね。世もそう考えておる。同意していただき恐縮ですよ。どうかしたのか？私めが無知なところ大変恐縮なのですが、長門様と赤城殿はどのようなご関係で？私は長門様の一生みたいなものよ。今くらい様付けはよせ。島風のような若い兵を前にそう形式にこだわることもなかろう。いいえ、これはけじめですよ。どうかお気になさいませぬよう。そうか。では、どなたかがこちらに向かってこられますよ。ああ、あれは加賀たちね。命じておいた調査が終わったのでしょう。皆さん、こちらにいらっしゃったのね。ただいま戻りました。長門様、姉さん、赤城。お前は…島風、呼び出しを受けたのか。長門様に無礼を。はい、いいえ、この前の件でですよ。さすがの島風もこの数日はおとなしくしておりまして。あだ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 、騒がしいぞ。取り乱すでない。ずいぶん人が増えたの。まあよい。で、誰ぞ面白い報告でもあるのか？は、普段の現場で流出した立方体ですが、実物を数個持参いたしました。あ、キューブですね。これが噂のキューブ。セイレーンのものとは思えぬ美しさをしておる。材質が無知のものというのは間違いありませんわね。触らずともわかります。
こんなキューブは初めてですね。ええ、不可思議なことにこの立方体はキューブ、立方体はキューブ。カガ、いつの間にか名称が定着したみたいよ。こうなっては合に従うべきでしょう。せめて一人くらいは私の援護をしたらどうなんだ。はい、わかった。キューブな、キューブ。このキューブ殿だが、我々が採取するまでの長時間海中にあったはずなのに全く濡れていない。おまけに浮きも沈みもしない。水の影響を無視して海中で一定の高さにとどまるのだ。そして流されているわけでないのに移動も行うときだ。つまりどういうことなのかしら。わけがわからないというのが正直なところ。間違いなくこの世界にあってこうして手に取ることもできるのに、自然界の法則を無視して存在しているのよ。強いてあげれば嫌いの性質に近いかもしれない。拙者たちに想像も及ばぬ方法で動き、自ら守らず移動も行えていると思っている。嫌いの性質に近いって、まさか爆発したりするのですか。爆発？丸一日は海上で様子を見つつ調査したが、まあ今日明日吹き飛ぶことはないようだ。でもセイレーンの船にあったものという時点で絶対の安全を保証できるものではないのですけどね。それと海上に今も残されている他のキューブ群は各々が意思を持っているかのように移動を始めておるのだ。おー、嫌だ。これは相当気味が悪いですね。このままでは獣王の領海を越えてユニオンの方面にまで流出してしまうだろうな。その先はどうなるかわからぬ。場合によっては外交問題にまで発展してしまうかも。私たちで判断できる範囲を超えているから指示を仰ぎに来たのよ。赤城よ、すまぬがまた知恵を貸してもらえるか。おお、長門様は赤城殿のことをよく信頼されているのですね。獣王のことと希望危険にかけては赤城にかなうものなどこの世におらぬからな。私に頼りっきりではいけませんよ。しかし今回は難しい局面ですし、ま、よしといたしましょう。希望危険、まさか悪巧みではないだろうな。それでどうなさるおつもりだ。下手に動けば他の陣営はもちろんセイレーンを刺激することになるかもしれないけど。ならば上手に動けばいいだけのことよ。早速だけどユニオン、それからロイヤルと鉄血にも伝達を、4陣営合同で大演習を行うのよ。おー、島風、赤城殿のお考えがさっぱり読めませぬ。改めて自分の不甲斐なさを痛感する次第。要は、余もさっぱりわからん。赤城、今回のはちと難易度が高いのではないか。高尾は意図がわかるか。大演習、ふむ、拙者は面白いと思うぞ。高尾ちゃん、無理はしなくていいわよ。しっけえな。誰にでも手増えてというものがあってだな。私にはわかる。演習にかこつけて他陣営を利用しようというのだろ。だが言い方が良くないわね。陰ながら協力を仰ぐだけよ。